はようございます。今日もよろしくお願いします。おはようございます。では今日は何を、久しぶりご無沙汰してます。珍しい、どう今日来た時に車あったからさ、はい、この珍しい、どうしたの。絶対釣れねえよ。釣れるわけねえじゃん、だって来たら釣れるわけねえ。これで証明できます。これ証明できる。これ2回目だぜ。2回目だ。2回目ってことはない。2回目だろ、ヤクルトの公式の後だろ。新年早々。あ、新年早々のヤクルトの公式の後。いや、そうですよね。どういうあれよ。その公式ヤクルトじゃないですか。はい、ヤクルトの3番手です。いや、あれも捨てました。なんか僕いない間にすごいもの釣ってらっしゃったんですけど、いない間ってあんなの買ってこねえのよ。あの日は呼んでない時はありましたけど、ベリアコですよね。あれすごいですよね。ベリアコよかったな。はい、でも写真だけ送ってもらったんですよ、高志くんに。回すなかったって、ね、動画撮ってないって。そんなのお客さんかわいそうだよな。かわいそうですね。釣れた釣れたって、ね、釣れる釣れるだけだよ。はい。あと手の問題なんですよ。親父が言ってましたもん。釣り手も大事だでもね、毎年入れ上げてるから。そうですね、もう、はい、そうそうそう、毎年必ず上げてますもんね、佐々木さん。今日は？今日ティロムツとか。ただ今日は違う場所を探しに行こうと思って。そう、あの、ね、試し釣りなんだよ。ここはいるんじゃないかっていうところ、ちょっとそういう、だからちょっと試しが今日入ってます。じゃあ初めて行くポイントっていう。ポイントっていうということです。下だけ自分ので。
いんでしたっけ、ちょっと結構深いところなんでしたっけ。280か280、塩で決めます。あのキャスティングでですか。違う、なんだっけ、何したの。あの網やったり、はい、であとそのあ、網かちょっと筋トレしてたの、何こんな痛いなって何度痛くなるのふくらはし怪我したところが痛いですよ、はい、あの体やめんだよあの病気になったら速攻で死ぬやつですよ。あのガンですとか言われたら1週間くらいで死んじゃうんですよ。自然的にやられちゃうそうそう、やばいよ、来たらね、この出来が弱いいや面白そうでした。おでこに白い線ついたあのなんかたかしくんキャスティングあのルアーの時に帽子がないって言ってエルメスエルメスって言ってたじゃないですか。あれ僕が地獄見るの面白いから。あ、そういうデコベス。
ますからね。あ、でも千葉行った時すごい釣ってましたっけ。犬も1回だけ本気出したことがある1回だけあんたも釣り行った時にあの時はね、俺だけ釣り抜けしましたからねそうですね、1回だけ本気出したって1回だけ自分だけ違う人使ってた、はい、あ、またです。争奪つけてあのインチキ買わせてまたですで、終わった後に実は争奪使ってたんですってさ、インチキで今日帰ってからね、家でそうそうなんでそれ佐々木さんにあげないんですか、そうそう、自分だけですちなみにやっぱこう、たまにはこう自分がね、あ目立とうと思って、あ、なるほど、下げましょうか、はい、もし上げてね、もうちょっとなあちょっとそれ3つの間がいいんやったら見てる。ついてんな。しかも結構引きが結構引き強くないですか。引き強い。暴れてる。なんだろうこれ。ただ引きたまってる。そう。あれだ。サバだサバ。あーすごい。これはガムツーだった。なんあれじゃない。こんな話する。でもこんな早くなんで来てんの？こっちで見たの？なんだろう？初めて見たの？もう何度か言ってた？こうやってこんなもっとあれだろ？めだい。めだいからめだいとか。あの綺麗な台だろ？俺の顔強かったね。絶対ねえ。ないないよ。うん。違いますよ。違います。もっとトタンって言ったらさ、あれが違うから引っ張るしですよ。そう、いろいろなね、魚の釣りをやっていきたいんで、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。これからもお願いします。以上でございます。よろしく。